で、まあ、今日は、あの、今日のセミナーの最後なんですが。密度行列で量子論の原理を、あの、定式化するっていう話をしようと思います。で、まあ、あの、状態ベクトルを使って量子論の原理を記述すると。あの、観測がなされない場合と観測がされた場合で、はっきり。この状態の変化が違いがあります。 観測がなされてない場合のある意味は閉じた量子の状態というのは有限変換であの変わっていきます。でそれは実はあの決定論的である状態から次の有限変換を作用されるとその状態はあのきちんと定義されます。でかつそれは時間を反対にしても、えー、と過激な変化があの観測がなされない場合には行われます。 ところが観測をした途端に重なわせが全くなくなって1つの状態だけに修練します。でしかもそれはあのどれに修練するか決まっていなくて確率論的に確率的に決まってしかもこの変化は不完脈ですね。でこの2つの状態の変化には断絶があるんで観測がある場合と 観測がない場合で変化のスタイルが全然変わる。ユニタリーな変化から、ユニタリーの決定論的であの簡略な変化なんですが、観測された途端にユニタリ性は失われて、あの、一つの項だけが残るという、これはですね、やっぱりちょっと不自然なんです、ね、まあ、これはそれが量子の世界そういうもんだというふうに思えば、 いいってまあそれは一つの考えなんですが実はそうでもないんですあの。この2つの変化をつなぐものがあるって話を今日の最後にできればというふうにそれは CPMAP っていうんですけれどもでそういう新しいっていうかまあそんなに新しい理論ではないですね、まあ、ずっと脈々とコンプリートポジティブの理論っていうのは。 20世紀の間からずっとあった議論なんですけれども、ね、それを使うと,、えー、とこのユニタリーな世界のクローズな世界の決定的な変化と観測された時に暴力的にあるには状態が変わるっていうあの変化の断絶を解消する可能性があるって話を最後にしようと思ってます。でまあ、最初に、あのー まあ状態ベクトルを使った量子論の原理の定式化をちょっと振り返ってみましょう。まあ、大雑把に言うと、例えば重な合わせの原理ってのがあって、これは状態ベクトルの場合ですね。量子の状態はあの、ああののベクトルの、まあ、これ複素ベクトルの重な合わせ。重なさっていうのは、要するに複素ベクトルの和として表現される。だから、N 次元のベクターの,あの規定を0ケット、1ケット。 n-1 チケットであらわすと、その両親の状態再両親の両いうのはこのあるケースこれ確率振幅と言いますけど両親の両親の複素数複素数の値を持つ確率振幅 ci とのき親のとの積の和として表される。ただし、その 学理振幅は2意の値を取れるわけじゃなくて必ずその絶対値の事情の和が1に等しくなければいけないというのがと重ね合わせの原理ですね。でもう一つ観測のあユニテリー発展の原理っていうのがあって両親の状態サイケットがサイプライムケットに変わったとします。そういうときにあのサイダッシュケットを u と あのサ、サイケットに対して U を作用したって形にとったとき、こういう形で表現できるとき、その U は必ず次の条件を満たさなきゃいければ、ユキャリと言いますけども、U だが U が UU だがに等しくて、かつそれは単位行列になるという。あの、だからもしある状態才がサイ、サイケットがサイダッシュケットに変わったとすれば、必ず、 ユニタリー変換 U が存在して、サイダッシュケットは U とサイダッシュあのサイケ,ットサイケットに対して U が採用したものという形で書ける。かつ、その U はユニタリ性の条件を満たして U だが U は UU だがに等しくて、かつそれは1に等しい。でユニタリ性というのはいろんな表現の仕方があるんですが、大事なのはユニタリ変換シットは内積を保存します。 でこのブルーの、ブリングのところを見てもらえば分かりますけども、V に、V ケットに U を作用させたものと、W に U を作用させたものの内積を考えると、えっと、こういう形になって、V ブラ、U ダガー U に W ケットを書くのところが真ん中の U ダガー U っていうのは、その二体の条件から、 単位行列になります。ですから、ここは消えて、あの、V、V と W の内積になります。要するに、あの、UV ケットと UW ケットの内積は、V と W の内積。こういうのを内積を保存するというふうに言うんですけれども、ね、それが、あの、量子の状態の、あの、ユニテリー変換の原理です。ただし、これは、観測がない場合。 外部からの干渉がない場合にあの両親の状態は必ずユニタリ変化に従ってあの規則的に決定論的に状態が変わっていくということです。でもう一つあの大事なのは両親の状態がこういう状態別の重ね合わせで小さ場合というあの確率振幅を持ってでそれぞれの規定 アイケットの,あの和という形であのサイケットが表現された場合にサイケットを観測した場合にこの重ね合わせの状態が消失して観測後の状態はいずれか一つの規定でこれは例えば N 個のン N 次元のベクトルの重ね合わせだったとしても観測した途端に一つしか残らないんですねであの観測後の状態は アイケットに変化して状態が観測されるでただしその i ケットが観測される確率っていうのは i ケットにかかってる確率振幅 Ci の絶対比の事情が観測の原理ですねまあ3つこれはまあどっかで話したことだと思いますでこれを水の行列で書くとどうなるかって話をこれからしようと思います で、まあ、密度行列、まあ、これ、まあ、アンサンブル、あの、Pi と Psi、Sabai の結構の集まりをアンサンブルというわけですけれども、密度行列はそのアンサンブルに対してこういう形で、で確率 P とあの、p イ i と p イ i の解析のサメーションで表される。で、これ、まあ、先に、あの、イニテリア変換の作用を見ますと、 えっと、ローがこういう形で、P サブアイとサイサブアイケットサイサブアイブラの外積のサメーションだとすると、それに、あの、ミタリアンサーに U がかかると、それぞれの状態が変化します。だから、あの、サイケットの部分は U サイケットになって、で、サイブラの部分は、あの、 サイブラ、後ろからーダガがかかる形になります。で、これは見れば分かると思いますけれども、えっ、ー、と、このシグマ、シグマの P1 とサイ1の外積同士。これは実はローに等しいですあの、これは、あの、P1、あの、なんだ、あの、内側に持ってって構いませんので、これはユーロー,ユーダガ。 というふうになります。で、ですから、まあ、あの、ベクトル表示で書くと、あの、再、再結とダッシュ、再ダッシュケットは、あの、U、サイケ再結だったんですが、三つの行列で書くと、ローダッシュっていうのは、U ーロー U だが、という形になる。この大事なユニタリ変換の原理を三つ行列で表現すると。で、この、 密度行列でうと、あの、大事な性質があって、これは密度行列のトレースをユニタリ変換保存する。まあ、これは実はあれですね。あの、あの、ベクトル表示の場合の密度行列の内積、あ、違う違う。あの、ベクターの内積をユニタリ変換保存すると同じことをですね。要するに、あの、密度行列のトレースっていうのは、あの、ベク表、ベクター、 状態,あの状態ベクトルの表示の内積に対応しますのでユニタリーが状態ベクトルの内積を保存するならば密度行列ではそのトレースを保存するそういうトレースプリザービングな演算、あのー、子をユニタリーと呼んで構わないということになりますで今度は観測です観測はちょっとめんどくさい形をしてるんですけれどもまあその観測演算子がムダガーエ m, m ダガーの これ字に逆にしても構わないです。m m d a のあのサメーションが1になる。これはあの完全線の条件と言いますけれども、その完全線の条件を満たすときに、その状態 m を観測する確率 pm っていうのは m ダガー m にローをかけたもののとりあえず、これは前の前の説で見た通りです。で、観測で m が得られた後の密を行列、ロー m っていうのはその m、ロー m ダガー をえー、とこれはトレースの、あのー、これで割ったもの。でこれはさっきから言ってるようにあの大事なのは分子の方でこの M ロー M ダガーというのが主要な変化。下の方があるんでそので正規化みたいなもので、あのー、スカラーで割ってるだけですね。あの行列成分じゃないですね分母の方は。あの分子の方が行列になって分母の方がスカラーですから。 あの行列としての情報というのは分子の方にあると思ってもらって構わないというふうに思います。でここでコンプリートポジティブっていう抽象化をします。でちょっとわかりにくいかもしれないですが、で演算子 m サブ 1m サブ 2m サブ k まあこういう一連の演算子があって、それが m ダガー m のサメーションが単位行列となるとき。 で、その M をあのコンプリートポジティブマップというふうに言います。で、これは先ほど見た一般化された観測塩酸子ポボっというのがあのこの条件を満たしますので CP マップだということになりますで。で、CP マップから次のように塩酸子 U を定義できます。で、U はあのサイケットとゼロケット の転送席に作用するんですけれども、でそれをこういう式で、あ,のある CP マップ M に対して M サイケットと I ケットの転送席のサメーションという形で変算し U を定義します。そうすると、この U がユニテリであることが分かります。これは U が内積を保存することを示すのがいいわけで、でこういう計算で面倒くさいですけれども。 うんとこれここにあの一応ヒントが書いてありますんであので後で追いかけてほしいんですけれどもで途中で M ダガー M っていう項ができてで下から一番下の2行目か3行目見もいいです M ダガー M っていう項ができてそれのサメーションが内側に入りますんでここは単位行列になります。だから これは、サイ、ファイブラ、あアイ、サイ、ケット。これが、あのー、ファイブラ、サイ、ケット。で、要するに、ファイトサイの内積に等しくなる。ということで、この U 自身は、この、要するに c p w a p m で定義された U というものが、実は、あのー、ちゃんとユニタリー、ユニタイ性を満たすってことが、それで証明できます。 で、何を言いたいかっていうと、ここはちょっと雰囲気だけで、あの、知って、あの、見てほしいんですけど、まあこう、まとめている、こういうことイユニタリエン酸ンが密度行列の作用をすると何があると、ローは、U ロー、ユーロウユーダガーに変わります。で、ただし、あの、ユーダガーユーイコール単位行列。これは、まあ、ユニタリエン測ン酸ー、 m を作用させると、まあ、前から言ってよ分子だけ見てください。m ロー m ダガーになります。で、それをスカラーで割ったもの。で、かつ、m ダガー m のサメーションは i になります。これ似てると思いませんかローが u ロー u ダガーにで、下の観測は、ローが m ロー m ダガーかつ、この条件が あのユニタリの方は U ダガー U イコール I で下の方は M ダガー M の相和が1あの単位行ですで下の方はだからあの状態が M 個あれば M 個についての,あのサメーションになるんですがユニタリっていうのはこの条件と同じ形それは1個だけ和を取った形ですねユダガー U っていうのは M ダガー M イコール 単位行列、このサメーションが一個だけやった場合、まあちょっとこうやって、まず形から見ると、抜いてる変換は、ローを U ロー U ダガーに変えます。それから観測塩酸子はローを、ちょっとスカラー成分抜きにして考えると、M ロー M ダガーに、ここ似てませんある塩酸子とローとその塩酸子の共益、ーローが U ロー U ダガーになる。 それから観測の場合には、ローは M ロー M ダガーなる。かつ、この条件があって、U ダガー U は単位量です。これ1個しかないんだけど、あのー、c p マップ m には M ダガー M のサメーションが単位量です。で、これ下の方の M ダガー M のサメーションが I っていうのを特殊な場合が、 ユーダガイが愛だというふうに今日はここまでしか言いませんけれどもこの CP マップ本質的にはさっきそのあの M ダガ M の相和が単行列すなって聞いてくるんですが、ね、あるいはその M ダガが M の相和が1個しかならば U ダガー U がこういうこれを完全の条件っていうんですがそうすると観測があ,あのその ななんだろそのこの CP マップの完全性の条件の特殊な場合としてイヌイタリア変換もあるで。しかも変わるのは、えー、と U ロ U ダガーだったり M ロ M ダガーだったりも同じですねある塩酸子をローでかけて後ろからまた M ダガーでかけるものがこれ似てるじゃないかって話なんですど、ね で先に見たあの、遮塩酸脂で N 個のものをバッと散らして1個だけするっていうと、全然違うもののように見えますが、この CP マップ、コンプリートポジティブっていう抽象をすると、ユニュータリー変換も観測塩酸脂も似たもの、CP マップの世界で見ると、実は同じ仲間になるんだって話ができるってことなんです。 でまあ、今回はあのそれぐらいにしとくんですけれどもあのユニタリー変換というのはだから外部からの干渉がない全くクローズなシステムの,スタティあの決定論的な世界の変換なんだけど密度行列で表すとそのユニタリー変換は U ロウ U ダガーになりますでただしあの密度行列で表すと観測演算子の作用も M ロウ M ダガ というふうになって、M あるいは U もあのそのそ c p マップで定義した c p マップだと思えば、これは同じ変換の別な形、同じ仲間のちょっとした違い。前のプロジェクト、あのプロジェクション、あの社員算子のように極端なユニタリユニタリー変換とプロジェクションによるあの遮ととは違った。 CP マップ、要するにその完全性っていう条件であの同じクラスだと思うと U ダガー U イコール I も M ダガー M のサメーションイコール I も UU ダガー U イコール I は M ダガー M のサメーションの特殊な場合和が1個しかない場合それがユニティア変化になるという形で多分しかも形は U ロー U ダガー M ロー M ダガー という形で、えっと、同じ同じクラスに属するということが実は言えるかもしれないということで,で密度行列で見た場合にそうするとニュー入体変換の世界と観測によるあの修練っていうかあの N 個のものが1個の状態に変わるっていうものの断絶がここのレベルの CP マップ要するに あの完全性を入れて考えると実は同じ似た構造が見える実はこれはあのニタリファンカと観測塩酸子だけの話をしましたが当然遮塩酸子も CP マップだしあの先ほど言ったテンソル石へあ,ある空間にある空間を今度は付け加えるとかそういうのも全部あの CP マップで定義できる。 という,ふうにあの話が進んできますだから、あのー、状態ベクトルの世界で、あのー、量子の世界を記述すると全く異なる2つの原理で記述されたように見えるけれども実は c p マップというもっと深い抽象をすると実は量子の世界の状態の変化 というのは、もっと一般的な枠組みで、あの、説明できる。という話を、あの、まあ、そこのイントロだけしました。まあ、今日は形だけ。u, ロ u, だがと m, r h m, d a は似てる。u, u, d a u が i だっていうのは、m, だが m を足して i になると似てる。という話で、そういう形で c p マップという重症を通じて、実は、 両子の世界の変化を密度行列を通じてあの共通の構造をもっと探ることができるということがあの密度演算子の,あの魅力だというふうに思います。で今回はちょっとあの計算ばっかりして難しかったと思いますけれども、えっと、次回はまるク基礎をやろうと思ってて量子情報と あのエントロピー,エントロピー実はいろんなエントロピーがあるんですよね。あのいろんなエントロピーをあのそれぞれの関係みたいなやつをあの中心に話をしようと思ってます。でそのっ、えー、とに量子情報とエンタングルメント。 という話を次回の、これは丸ゼミでやろうと思う、これはちょっと難しいかもしれませんが、だんだんそういう形で、エントロピーとエンタングルメントってのは多分2つがキーコンセプトなんですよ。量子情報の世界、まあ今、量子情報にいろいろ関心持ってくる人も増えてるんですが、どうもやっぱりシュレディンガー方程式とか、 あのハイゼンブルームの不覚定原理っていう昔の量子論の教科書に載ってるようなことが量子論の真髄だと思われても実は困るんであの今の量子論の到達点をだからエントロピーとエンタングルメントという2つの視点から整理するってやつをあのこれから少しやっていきたいというふうに思っています今日はこれで終わります。 どうもご苦労様でした。